で、2017年から2023年になって、瞑想の中身自体は全く変わらないです。で、中身じゃなくて、外側、使っているツールとかやり方がちょっと変わってきたので、そういうのを動画に残しておくのも良いかなと思って、今日撮影しています。あ、ちなみに今日撮影のために、Bluetooth で、古いアフターショックスのオープンコムっていうマイク付きを使って音声を入れています。ねえ、Google、ボリュームを70%にして。って感じで音が出て。ねえ、Google、暖色照明を消して。ねえ、Google、5分後に暖色照明をつけて。はい、次のスケジュールで暖色照明をオンにします。山中です。今日は毎日行っている瞑想の様子を動画にしていきます。私は2017年なので、今から6年前に、あ、しかも6月かに、マインドフルネス瞑想ベーシックコースを瞑想の先生のところに習いに行って、で、2週間、1ヶ月だったかな、2週間のコースかな、2週間のコースを修了して、合格して、それからずっと生活に瞑想を取り入れています。で、2017年から2023年になって、瞑想の中身自体は全く変わらないです。で、中身じゃなくて、外側、外身の部分の使っているツールとかやり方がちょっと変わってきたので、そういうのを動画に残しておくのも良いかなと思って、今日撮影しています。で、早速やっていく前に、まず肩をほぐして、ほとんどこの動画の準備段階でやってはいるんですけれども、軽く肩というか体全体をほぐしていきまして、やっぱり気持ちいいですね。寝起きなんで髪もボサボサで、頭も真っ白ですね。で、何から話そうかな。使っているツールですね。あ、ちなみに今日撮影のために、Bluetooth で、古いアフターショックスのオープンコムっていうマイク付きを使って音声を入れています。で、あとは、Google ホームに関しては全く変わらず使い続けていますね。これは時間を計測。瞑想の終わりの時間を計測するためのものです。で、Google ホームからスイッチボットを飛ばして、スイッチボットってスマートホームにするための音声でいろいろな命令を飛ばして家電を操るための機器ですね。で、照明と、で、照明の名前は照明2タイプあるので、片っぽを暖色照明って言ってますね。で、あとは Google ホームから Chromecast、Google キャストですね、をテレビにつなげて、テレビというか音声を出すだけのスピーカーにつなげて、で、瞑想用のシンギングボールの音楽を流して、で、音量調整とかやっています。じゃあまずは音量から。ねえ、Google、ボリュームを70%にして。って感じで音が出てきていますね。じゃあ始めます。ねえ、Google、暖色照明を消して。で、消えましたと。じゃあ、動画に残していきます。ねえ、Google、5分後に暖色照明をつけて。はい、次のスケジュールで暖色照明をオンにします。
ねえ、グーグル、ボリュームを30%にして。今、暖色照明がついて5分が経過しました。で、私の先生からのマインドフルネス瞑想ベーシックコースの教え通りに、急に目を開けるのではなく、まぶたを開けて、小さく開けて、また閉じて、少し大きく開けて、また閉じて、はい、このように瞑想のワンセットが終わりました。なので、まぶたの開け閉め開け閉めっていう最後の長い瞑想パーツとまぶたのパーツを入れたら、大体5分30秒ぐらいですね。こんな風にして瞑想をしています。で、瞑想5分間もしくは40分間とか終わった後に、瞑想で感じたことを言葉に出して、言葉の力を使ってアファーメーションっていうんですかね、今真っ白な心で感じていることを残しておきます。やっぱり自筆記者の瞑想はいいなっていうのは毎日毎回やってて思いますね。私が幸せでありますように、私の親しい人たちが幸せでありますように、生きとし生ける全ての者たちが幸せでありますように、私が幸せでありますように、私の悩み苦しみがなくなりますように、私の親しい人たちの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生ける全ての者たちの悩み苦しみがなくなりますように、私の悩み苦しみがなくなりますように、私の願い事が叶いますように、私の親しい人たちの願い事が叶いますように、生きとし生ける全ての者たちの願い事が叶いますように、私の願い事が叶いますように、私に悟りの光が現れますように、私の親しい人たちにも悟りの光が現れますように、生きとし生ける全ての者たちにも悟りの光が現れますように、私に悟りの光が現れますように、シャンティシャンティ。こんな感じで心の中で唱えながら、マントラ瞑想でシンギングボールの音を耳から取り入れて、ただ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 取り入れています。で、今日はここの毎日私の親しい人たちが生きとし生ける全てのものがで私にって帰るんですけどですよ。で、今日取り入れたのは、取り入れたというか今日思いついたのは、あ、そういえば実家の猫ちゃんがまぶたのとこ怪我してて、で、病院ってかさぶた取れて、あ、よかったな。でもまだちょっと気持ち悪いだろうな。顔洗うときに引っかかったりしないかなとか思ったので、私が幸せでありますように、私の親しい人たちが幸せでありますように、生きとし生ける全ての者たちが幸せでありますように、私の実家のゴンちゃん、猫ちゃんが幸せでありますように、ゴンちゃんの悩み苦しみがなくなりますように、ゴンちゃんの願い事が叶いますように、ゴンちゃんにも悟りの光が現れますようにっていう唱えたっていう瞑想でした。気持ちよかったです。今回の瞑想は以上です。で、この後 Google ホームに今日の瞑想の感想を残して、瞑想時間の蓄積と記録の蓄積のところも撮影しておきます。で、瞑想が終わったら、Google フォームで瞑想こんなだったよっていうのを記録していきます。これずっとスマホで続けてますね。2017年から、スマホと PC で、で、日付を入力して、このあたりですね。で、この Google フォームは回答を事前入力した Google フォームなので、過去に回答頻度が多かったものなどチェックが入った状態で立ち上がっています。違う場合はこうチェックを入れ替えたりとかですね、するだけっていう感じですね。で、これも今日はどんなことに気づきましたかっていうのは、
2020年ぐらいから、瞑想を始めて3年経ったぐらいから、シャバーサナっていう瞑想のやり方をやることが多くなってました。シャバーサナって、お釈迦様が横たわって目をつむっているような、そんな姿勢を真似た瞑想のやり方ですね。で、今日は違うのでここ直さなきゃいけないですね。で、2023年に入ってから、スマホでの記録じゃなくって、家で瞑想やってる時はパソコンでこの Google フォーム、事前回答が入っている Google フォームを立ち上げて、そっちで記録することが多くなってます。で、理由は Google Chrome の拡張機能でタイピングせずに音声で喋って、今日はこんなだったよっていう風に記録していくのがとっても楽なので、だったらスマホでの音声変換、音声認識よりも、その拡張機能の音声認識と変換能力の方がとても高性能なので、そっちを使っています。なので今日はスマホでもこんな風に入力しているんですよっていうところはお見せしつつも、この後画面切り替えて PC での動画を撮影していきます。はい、じゃあスマホからパソコンで Google フォームを立ち上げています。で、本日の日付はのところは、今日ですね。今日を選んで、で、瞑想時間は5分間ですね。で、今回の瞑想で共有したいことは、結構汗かきましたね。落ち着いた座り方ができた。うん、短く感じたな。で、今回の瞑想の共有、マインドフルネス瞑想ベーシックコースの、その講義を取っているときに、動画のタイトルと動画の URL を、YouTube の動画の URL を後で瞑想の先生の趣里さんに報告するために当時作ったものですね。なので今日は URL がないですね。瞑想の動画のタイトルは決められますね。で、ここでタイピングをしないんですよ。喋るんですよ。オルトと S でマイクを立ち上げて、スイッチボットを使ってマントラ瞑想を楽しくやろう。マイクをオルト S でオフにします。こんな風に、この後 YouTube で公開する動画のタイトルをざっくりと喋っておきました。で、歩く、食べる、立つ、家事、お風呂。これ今回関係ないですね。で、シャバーサナじゃなかったので、ここを消さなきゃいけないんですよね。マントラ瞑想。ベッドの上で瞑想をやった。次の段落。Google ホームミニへの指示は、5分後に起こしてと伝えて、アラームを鳴らすよりも、5分後に照明をつけてと指示して、部屋の明るさで5分が経過したことを教えてもらう方が、瞑想終わりの心のストレスが少なくてとても良いと感じた。で、オルト S で音声認識入力の Chrome 拡張機能をオフにしました。こんな感じですね。じゃあもう一回ざーっと上から見ていって、日付を入れて、瞑想時間単位分でチェックボックス入れて、で、この汗かいただけ、ここですね、ここだけ事前入力をしていない項目だったので、ここだけチェックを増やして、で、今回の瞑想の共有動画のタイトルをざっくりと作って、
で、最後に今日はどんなことに気づきましたかっていう、ここの内容を、Chrome 拡張機能で喋って、ほとんどタイピングせずに、Google フォームを入力することができました。なので、ここの音声認識入力の正確さと加工の簡単さが、スマホよりもパソコンの方が楽なんですよね。しかも、タイピングをほとんどしなくていいっていうのが本当に楽ちんで、この方法が今メインですね。余談ですが、Google フォームで回答を送信しておくことで、勝手に Google フォームと紐づいた Google スプレッドシートに迷走の記録が残っていきます。なので、タイムスタンプ、こちらを見ると、いつが迷走の記録の始まりの日だったかっていう、これが通い出した頃ですね。マインドフルネス瞑想の先生、シュリさんのところに通い出した日はここだったんだなってことが一目瞭然ですね。で、一番下は本日の日付ですね。で、スプレッドシートで記録をするといろんないいことがあります。こんな感じでピボットテーブルを作れたり、カウントユニーク関数を使って、ピボットから中央値を割り出したり、一回一回の瞑想の中央値じゃなくて、一日を一旦カウントユニークで、日付だけを被りのないユニークな値で変換しておいてから、その一日で真ん中の値はどれかっていうのを、メディアン関数で中央値を出しておくことができます。で、早見表を作っておいて、期間が開始してから2198日間で、2017年6月23日金曜日にスタートして、今日がある2000日。で、合計時間が44317分間の739時間。で、平均値は1日20分間。中央値だと30分間。なので、1日のうちに30分間の瞑想を行った日が一番多かったんだよってことがわかります。集計の賢いやり方は、中央値を基本として、で、例外値を除外して、その補足として平均値を出しておくと、生活パターンをより可視化しやすくなります。これ1日多分2時間とか、それぐらい瞑想やった日も中にはありますからね。それは生活パターンの中では例外値なので、平均値は一番多く、飛び抜けて多い値とか、飛び抜けて少ない値に引っ張られちゃうので、私は中央値に赤色をつけて補足として、青色の平均値を見ていくっていうようなやり方をやっています。で、投資額は合計時間かける37円ですね。日本人の平均分給、あ、こっちか。44,317分間かける37円をして、まあ、だいたい1639,729円、160万円分ぐらいは、瞑想のために、2100日で投資をしてきたっていう感じですね。余談でした。で、最後に、ここを送信したら、瞑想の実施とその後の自分の心の声を出して、一日に弾みをつける。この後に弾みをつける。で、瞑想って一日の始まりだけにするもんじゃないですからね。仕事の2時間ごとぐらいの区切りで瞑想をやって、もしくは30分ごとでもいいです。ポモドーロテクニックをやっている人は25分間仕事に本当に集中して、で5分間瞑想をして、また25分間集中作業をして、5分間瞑想という、こういうやり方でもいいと思います。とにかく継続するためには賢く賢く手を抜くっていうのが重要だなっていうふうに感じています。今回は2017年の6月にマインドフルネス瞑想ベーシックコースを修了、習得して、それからもずっと続けている瞑想が、毎日瞑想が
2023年でこんな感じでパワーアップしてるよ、もしくはただ変化してるよって、そういう記録のための動画でした。もし質問や相談がありましたら、説明欄のコンタクトフォームから山中和志へ連絡していただけます。今回も動画のご視聴ありがとうございます。それではまた。